1929年のルーブル美術館の展示風景。中央に、レオナルド・ダ・ヴィンチの、モナリザ。左に、コレッチョの、聖カタリナの神秘の結婚と、聖セ,セバスティアヌス。右に、ティツィアーノの、田園の総額。田園の総額は、ルネサンス世紀のイタリア人画家ティツィアーノあるいはその詩ジョルジョーネが、1509年頃に描いた絵画。 パリのルーブル美術館が所蔵しており、現代の学説では、ティチアーノの作品とされることが多い。日本では、田園の合奏と呼ばれることがあるほか、ルーブル美術館の日本語サイトでは、私的な世界という題名が付けられている。印象派の巨匠エドアル・マネは、ルーブル美術館でこの作品を目にし、1863年に、田園の総額に着想を得た、草上の昼食を描いた。 伝園の総額は長くジョルジョーネの作品とされてきたが、現代の研究者たちの間では、特有の人物表現技法が見られるとして、ティツヤーノの比較的初期の作品である、可能性が高いとする説が主流となっている。しかしながら、描かれている音楽や伝園風景に関するモチーフ、非現実的であるはずの存在が、同一の画面に描写されているといった特徴が、 ジョルジョーネの作風であることから、ジョルジョーネが、田園の総額の制作を開始し、ジョルジョーネが死去した1510年以降に、弟子のキィツヤーノが完成させた作品ではないかとする、説もある。その他、パルマイルベッキオや、セバスティアーノ・デル・ピオンボの作品と言われることもある。田園の総額は、イタリアのメーカ・ゴンザーガケが所有していた絵画で、おそらくは、マントバコを、 フランチェスコ2世ゴンザーガに課したイザベラデステの遺産だったと考えられている。後に、イングランド王チャールズ1世が購入したが、新京都革命で1649年にチャールズ1世が処刑されたことにより、イングランドの王室コレクションが散逸し、田園の総額もオークションに出品されて、ドイツ人銀行家で美術品収集家のエバーハルトヤーバフ派に売却された。その後、 1671年にフランス王類14世がヤーバッハから田園の総額を購入し、フランス王室コレクションに加えられることとなった。田園の総額には草原に座って楽器を奏で合う3人の若い男女と少し離れた場所に立って水差しから水を注いでいる女性が描かれている。どちらの女性も足までずれ落ちた。 薄布以外は何も身につけていないのに対して二人の男性はそれぞれ貴族的な衣装と質素な衣装を着用している。広大な背景の小立ちには羊の群れを見張る羊飼いが描かれている。田園の総額の主題は鹿の偶意だと考えられている。二人の女性は男性たちの幻想と霊感から具現化した理想美の化身である。おそらく ガラスの水差しを手にした女性は悲劇的な鹿の女神であり、フルートを手にした女性はのどかな田園を歌った鹿の女神である。リュートを奏でる貴族的な衣装の男性は高貴な女上詞を象徴し、もう一人の質素な衣装の男性はアリストテレスの地学で論じられている特質に従うと世俗の女上詞の象徴と考えられる。また別の解釈として、 田縁の総額の4人の人物は、世界の4大元素である、水、火、土、風の象徴であり、世界の調和とそれぞれの関係性を描写しているという説もある。ありがとうございます。